こんにちは、そしてこんばんは。今日は中部地方の特色についてお話をしたいと思います。中部地方の地図。福井県、石川県、富山県、新潟県、岐阜県、愛知県、静岡県、長野県、山梨県、日本アルプス、北から 日田山脈、木曽山脈、赤石山脈、越後平野、長野盆地、甲府盆地、中京工業地帯、東海工業地域、北陸工業地域、焼津港、水揚げ量日本第3位、中部地方の政令指定都市は、 名古屋市新潟市浜松市静岡市中部地方の地形日本の屋根日本アルプス飛騨山脈木曽山脈赤石山脈からなります夏の日本アルプスは避暑地 上高地冬の日本海側は世界一の豪雪地帯太平洋側から見た富士山山梨県側から見た富士山中部地方の農業水産業越後平野の稲作 静岡県の牧野原大地の茶畑。長野盆地のリンゴ栽培。甲府盆地のブドウ栽培。静岡県八合津港、水揚げ高日本第3位。中部地方の工業 中京工業地帯。自動車など機械工業の割合が大きい。トヨタ自動車の本社。愛知県豊田市。製鉄業で有名な愛知県東海市。陶器で有名な愛知県瀬戸市。 東海工業地域。ヤマハの本社。ピアノやオートバイの生産が盛んな静岡県浜松市。北陸工業地域。福井県鯖江市のメガネ生産は国内生産量の約9割、世界の生産量の約2割を占めています。 製薬工業が盛んな富山市。中部セントレア空港。中部地方の政令指定都市。政令指定都市とは人口50万人以上で都道府県並みの権限を移譲された都市のことです。第3位名古屋市。人口約230万人。 第15位、新潟市、人口約81万人。第16位、浜松市、人口約80万人。第20位、静岡市、人口約70万人。ご視聴ありがとうございます。こうした教育活動を維持するためのチャンネル登録をいただけましたら幸いです。 また皆様とお会いできます。